好奇心の扉を開こう。皆さんの身の回りには当たり前すぎて疑問に思わないかもしれませんが、解明されてない現象があります。それは物が落ちるということです。例えば消しゴムをつまんで持ち上げて指を離すとどうなりますか？やってみましょう。このように落ちますよね。当たり前ですよね。ではなぜ消しゴムが落ちたのでしょうか？心の中で重力があるからと思った人もいると思います。では空に浮かぶ月は落ちてきませんが、なぜでしょう？月にも重力が働いているとすると、なぜ落ちてこないのでしょうか？どうですか？当たり前のように思える、物が落ちる、月は落ちてこないということが、簡単には説明できないことに気づいたのではないでしょうか？地球の中心には、物を引きつける何か秘密があるのでしょうか？古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、物は本来あるべきところへ戻ろうとする性質があると考えました。地球の物質から作られたものは、地面から離れても地面へ戻ろうとするということです。このように何か自分なりの理由をつけて説明するということはとても大切なことです。このアリストテレスの地球からできた物質は地球に戻ろうとする性質があるというのは仮説になりますが、正しいでしょうか？正しくないでしょうか？正しくないと思った人はどうすればそれを検証することができますか？では話を戻しましょう。このように物が落ちるということについて、古代ギリシャの時代からさまざまな仮説が立てられてきました。そして17世紀、アイザック・ニュートンがある法則を発見します。万有引力の法則です。逸話として知られているリンゴが木から落ちるという現象から万有引力を発見したという話が本当かどうかはさておき、大事なことは、リンゴが木から落ちるということと、月は地球に落ちてこないということは、どちらも同じ力で説明できるという法則を発見したということです。この万有引力の法則というのは、物理基礎の後に選択して取ることができる物理という科目の中で学習します。どんな法則なのか簡単に説明します。万有引力の法則とは、あらゆる物体はお互いに引き寄せ合い、その力の大きさは2つの物体の質量の積に比例し、2つの物体の距離の2乗に反比例するというものです。ここで初めの疑問に戻ります。物はなぜ落ちるのかでしたね。万有引力の法則を用いて言い換えると、すべての物質はなぜ互いに引き寄せ合うのかとなります。気づいた人もいると思いますが、この万有引力の法則はなぜ物が引き合うのかという疑問には実は答えていないのです。このなぜに答えるヒントがあります。ヒッグス粒子です。聞いたことはありますか？存在が予言された素粒子のうち、最後まで発見されなかった素粒子です。他の素粒子に質量を与えたと言われています。2012年に発見されて、2013年に確認されました。2013年のノーベル物理学賞はこのヒッグス粒子の確認に与えられました。しかしながら、すべての物体が引き寄せ合う
というのがなぜなのかまだ分かっていません。皆さんにはこのすべての物体がなぜ引き合うのかについて考えてほしいのです。当たり前のことにはなかなか疑問を持たないかもしれません。でも当たり前のことを当たり前とせず疑問に思うことから始めてみませんか。そうやって世の中を見るときっといろんなことに気づくと思います。